ハイサイウエストです。これがやりたかった。アキトです。今日は沖縄にね来たからさ、せっかくなのでちょっとダイビング風景を初めて YouTube で撮影したいなと、おまけで撮りたいなと思っております。ちょっと沖縄料理とか食べつつ海の中も撮れたらなと思っております。天気も良さげで、気温もね26度ぐらいで超暑いっす。海の中がさ怖いっていう方もいらっしゃると思いますので、そのあたりはちょっと早送りしてください。まあ海の中ちょっとね、昨日まで沖縄が雨だったみたいでさ、もしかしたらその海の中海峡が良くないかもしれないですが、何かしらの魚は取りたいと思っております。じゃあ行ってきます。お昼ご飯を食べに来ました。ちょっと初めて来るお店ですわ。普通はここで沖縄そばとかタコスとか、ね、沖縄っぽいものを食べるべきなんは100も承知ですが、ダイビングの師匠に教えてもらったこの汁なし担々麺のお店らしいです。ここ師匠曰く辛いい担々麺が食べれると、で美味しいと、ということで、じゃあもう今回は僕が食べたいものを食べます。紙焼きもご利用なさいますか？大丈夫です。これ5からですか？こちら5から。うまそう。しば漬け入ってる、水菜となんか分からんけど美味しそう。あ、どうしよう。イエー、最高。これですわ。これ入れるでしょ。あ、最初は、途中でいい。あ、いいですね。楽しんでますね。そうですね。途中でかな。混ぜます。うわ、辛そう。ありがとう。あ、うまそう。動いた。うわこれはすごい。そうですね。いただきます。うまっ。あ、ここから全然いけるな。あ、でもちゃんとしびれるな、うん、肉味噌効いてるから、肉味噌っていうのかな、ひき肉の甘みと、ちょっとうまく伝えれませんが、うん、めちゃくちゃ美味しい。ちょっとした酸味、レモンか、レモンの酸味もあって、うん、最高。唐揚げでかがないとダメなやつ、これ。うん、面白。合うね。合う、めっちゃ合う。うまっ。おいしい。いや、これ家の近くに欲しいな。頻繁に来てます。ちょっと卵いくわ。卵、うん、いやもう、いや、
もういいですね。みんながいい仕事してるから。浮かぶけど本当たまに入ってる時に。確かに口の中にね合うんかなと思ったけど、うん、面白い。うん、ずっと食ってたらマジ口しびれてきた。ここまで食べたらご飯を入れます。梅干し思うよね、ここ、うん、なんで、なんで梅干し、うん、梅干し、うん、絶対梅干しあった方がいいね、うん、さっぱり、うまいうまい、これはうまい。ビールみたい、めっちゃビールみたい。味がしっかりしてるから、うん、これめっちゃうまい、うん、普通のサイズで俺がお腹いっぱいになるぐらい。そうそう、ちょっとコアな沖縄旅行やったらいいね。ぜひぜひ行ってみてください。よし、チャタンにあるアメリカンビレッジに来ました。映えスポットがいっぱいで、ああもうみんな写真撮ってるわ。俺もじゃあちょっと撮ろうかね。縦取りだと分かんないかも。横取りだから分かりにくいかも。ダイビング行こう。さあ1日目のダイビング行ってみましょう。ちょっと天気曇ってきたんだよね。で今の潜り方がバックロールっていう潜り方、エントリーの仕方をしました。でこうやって海に入ったらまず水中浮力って言って、自分が着てる服の中にね空気を入れて平行を保つやり方をします。さあ桐山市、ここで何かを発見しました。何だと思う？ダイビング好きな人はもうねピンときてるかも。チャタンのポイントといえばこれ。チャタンのポイントではね一個名物がありまして、それがこれです。わかるかね。正解は海中ポストがあるんです。このポストの位置ね、あの台風とかでも場所がちょっと変わったりするんですけどね。で今回は、まあ、さっきオープニングでも言った通りちょっと海の中濁ってたので魚とかもなかなかいないから、掃除をする日に切り替えました。まあ僕もこのポスト結構お世話になりましたので、まあね、毛がついてる、あこれね汚れてるんやけど、その海を汚してるわけではないですよ。こうやってオブジェが落ちてるとそこに藻がついちゃうので、この藻をね洗ってきれいに落としております。さあちなみに深さは 18.3m ぐらいのところにね今回は落ちてました。
この深さちょっと体験ダイビングでは潜れない深さにはなってしまうんですが、ファンダイブライセンス持ってる方はぜひこのチャタンのねポストに会いに来てあげてください。でちなみにダイビングライセンスは10歳以上から取れますのでね、ぜひ興味のある方はちょっとチャレンジしてみてください。うん、だいぶ綺麗になったんじゃない？素晴らしい。さっきも言いましたが、このポスト本当に届きますんでね、ぜひメッセージ書いて家族とか友達とかに沖縄来たよみたいなの送ってあげてください。さあ、チャタンの海に来たらこのポスト会いに来てあげてください。さあ、1日目のダイビング終了です。おはようございます。ダイビング2日目、今日は晴れました。やっと晴れました。今日も潜っていきたいと思います。さあ、今回もバックロールで潜ってます。見てよ、太陽が出てるとね、こんなに色が違うんです。1日目と全然違うでしょ。沖縄は下がね、白い砂だからすごく青く見えるんです。そしてこれですよ、やっぱり沖縄の海といえば魚天国なんです。でもこれでもね、まだね、俺からしたら 30% ぐらいやで。パーの海をね、沖縄の海をみんなに見せてあげたい。で、これがちょっといつもね、可愛いなと思うことで、サンゴの上に泳いでるお魚いるんだけど、これってね、グッパグッパしたらね、かくれんぼしちゃうんだよね。で、遠いとこからでもやっぱ人間を見てるんだよね。すごいんだよ。さあ、そしてあるものを見つけました。それはね、この子、ウミヘビ。これも沖縄の海を泳いでたらよく出会います。ウミヘビとかウツボとか、あとはウミガメもめちゃくちゃよく出会うんで。ウミヘビね、毒があるから危ないって思うかもしれないですけど、こっちから無理やり近づかない限り噛んでこないので、安心して泳いでください。じゃあここでね、ハンドサインクイズいきましょう。海の中ではハンドサインで会話します。まずはこれ、これは OK、 いいですよっていう意味ね。次これ、これも OK に見えるんですけど、これやっちゃうとね、上に上がろうって意味なんで気をつけてください。さあ、みんなこれ何でしょうか。これは自分の空気がなくなったからください、エア切れです、助けてくださいっていうサインです。じゃあラスト、これわかるかね。これなんでしょうか。ごめんね、ごめんね、ではなくて、サメがいましたっていう、サメがいるよっていうサインです。こういうサインでね、みんなで会話してます。よし来た、これはもうみんな大好き、ニモです。かわいい。これはいい絵が撮れたんじゃない？どうよ、親子だね、ちっちゃいのもいる。もうこんな一生見とけるわ。ん、どういうこと？我ながら、なんで首を打ったのかが分かってません。さあ、ではラストに最近できるようになったあの技をみんなにプレゼントします。じゃじゃーん、バブルリングです。上手にできたね。
さあというわけで、おまけの沖縄旅以上です。どうでしたか？ダイビング興味ある方はぜひ潜ってみてください。